ヨーロピアンチャンピオンクラブズカップはサッカーの UEFA チャンピオンズリーグ優勝チームに授与されるトロフィーである。取っ手の形からビッグイヤーと呼ばれる。現在のトロフィーのデザインは2代目で2015年から使用されている。3年連続もしくは5回の優勝で永久保持が許される。2009年から CL 準々決勝以降の組み合わせ抽選会場において トロフィーを変換、代わりに、レプリカが授与される規定になっている。1967年、当時の UEFA 事務局長、ハンス・バンゲルターがデザインを一新することを決めた。ベルンの芋の職人、ユルグシュタ・デルマンが、本体の芋の作業を行い、彫刻家のフレッド・ベニンガーが仕上げを施して、完成させた。制作には340時間かかった。銀製のトロフィーで、 高さは7 4トル、重さは8ラムある。正面には UEFA のロゴにフランス語でクーペ・デ・クラブス・チャンピオンズ・ウラ・ペーオンと記載され、裏側には歴代優勝チームが記載されている。初代優勝トロフィーは1956年にフランスの新聞紙レキップから寄贈されたものであり、1967年3月、レアル・マドリードにも連覇を称えて、 A 級保持にすることが決定。レアルマドリードは現在のトロフィーの最初に授与されたチームとなった。2000から01シーズンから2020から21シーズンまで UEFA チャンピオンズリーグカップ A 級保持要件を満たしたクラブにはチャンピオンズリーグで着用するユニフォームの左袖にビッグイヤーと優勝回数を掲げたバッジをつけることが許可されていた。 2021から22シーズンより、ユニフォーム左袖へのスポンサーロゴ解禁に伴いこのバッジは廃止され、代わりに、右袖のチャンピオンズリーグロゴ上に優勝回数を、記したバッジを付けることが義務付けられた。ありがとうございます。